どうもレフティー K です。さてやってきましたよ。この間40アップつったところですね。まだ釣れるかどうかちょっと分かんないですけどね。じゃあ行きますか。行きましょうかね。はい、まずはこれで行きます。ジャクソンのミノですね。トラウトチューンのヘビーウェイトリアルヤマメ2ですね。色はで、フックはですねシングルフックに変えてます。ガマカツのシングルフック53の8番ですねに変えてます。でロッドはサクラ C3 のクラス24トルザイト。ちょっと廃盤になってますけどねこれね。まあ、新しく、ワークシリーズとして蘇る可能性があります。はい。6.6 フィートの、まあ、ウルトラライトロッドみたいな感じなんですが、キャスティングの、ルアーウェイトのキャパシティがですね 1g から 15g といってものすごい、ね、広いんですよ。だから小渓流から、まあ、ちょっとした本流までやれるロッドです。でリールはですねイグジストの 2510PH、 これ2015年版のイグジストですね。まあ、僕この、ね、イグジスト大好きなんですよね。かっこいいっすよねやっぱ。でラインの方がですね、ラインシステムさんの LST キャスティング X8 のこれは 0.6 です。そしてこの間からちょっとしょっちゅう表示間違えて申し訳ないんですけど、リーダーの方はですね LST ライトゲーム、リーダーのクロロカーボンのこれ8ポンドですね、2号ですね、2号にしてます。手前の管理帯でいないんだね。虫はですね今多分めちゃくちゃちっちゃいユスリカっぽいのがハッチしてますね。フライのサイズで言ったらもう何番だろうこれ、22番とか、まあ、そういったサイズの虫がハッチしている感じです。ハッチしているっていうか飛んでるって感じですね。あ、まだ水温はやっぱり低いんだろうと思います。測ってみましょう。よいしょ。結構長いよ。尺あるか？ちょっと正確にいきましょう。動く動く。よし。31センチですね。尺いってます。尺いっちゃってますね。いや、いいっすね。いきなり来ましたね。尺31センチです。綺麗だ。
スレンダーですね。よし。OK。よし、一本目、尺。うわー、一発しか来なかったな、今日当たりが少ない。それだけちょっと人がやっぱり来てますかね。ちょっとバレてきてるかな、ポイントが。それが仮じゃないな、このローリングした感じがする。バレ目の、これでかそうやな。でかいじゃない。上がってこない。でかい、やっちまったな。これでかいよ。軽く尺いってるでしょこれ。うわすごい、これやばいな。うわすげえ、これこれすげえぞ。うわすごいぞこれ。ちょっと浅場に。すごい、これはでかい。うわこれでかい。40はないかもしれないですけど、これはでかい。すげえ、すごいの来た。うわすごい、またヘラブナ級来ましたよ。うわちょっと、あ、いやいやいや、待って、ちゃんと上がろう。すごい、すごい。すごいの来たな、でも。よし、帰っていったかな。よし、よし。